おはようございます。では田原の正へと続きやっていきましょう。ということで、まあいろんな人が集まり始めたということでやっていきましょう。決戦の前、吉見の婚約者長座とともに鼓たちと鼓たちにこれまでの情報を報告する役子と見よう。全ての話をまとめていくことでいよいよ最終目的が見えてくる。なんかそろそろ佳境に入ってきそうな感じですね。坂崎役子、鉄拳制裁、駒形高校、駒。鈴木さん、こちらが長沢麻衣さんです。おお、あんたか。墨田町でも盗賊かけてたが、まあ、無事で何よりだ。ああ、黙って動いて迷惑かけたね。完全に頭に血が昇っちまってた。まあまあと飛躍に捕まったり、飛んだ下手こいちまったよ。下手こいた。役はまだ何かやってそうだから、一度徹底的に現れないとダメだな。石鹸会社だけに。このシリアスな状況でも、やはりボケをね、忘れないっていうのが、まあ大事なんだろうな。はい。ボス、大丈夫です。いいですよ。今日も絶好調ですね。うるせえ、俺を投げ回すためんな。言うんじゃなかった。本気でボケ取ったの。そんなことより、長澤さん。吉見の件ではご協力ありがとうございます。そんなことより。愛憎事件の真相は必ず突き止めますので。ああ、あんたが。ああ、違ったわ。ああ、あんたがエリオ刑事だね。初めから話はいつも聞いてたよ。頼むよ。犯人絶対捕まえといてくれ。ああ、そっかそっか。もう、長澤は、自分のね、まあ、貸主の権利をなくしてんだろうな。なんだっけ。あ、長澤姉さん。奥田ちゃんと会いました。そういえばそうなったな。ああ、言われた場所で会えたよ。強がってたけど、初めの件でだいぶ不安定になってる様子だったね。取り次ぎこっちの事情を説明して、初めの思いは預かってきたよ。チェーン。ほら、こいつでいいんだろ。お守り、よう。お守り、よう、イェー、よう、よう、よう、お守り、よう。はい、これだと思います。ありがとうございます。つりみさん、これですけど。ああ、あんたが預かっといてくれ、クロスズ。どうせそのままじゃ使えねえ奴ら。2つ揃えたらどうすりゃいいのか解析しといてくれいや。わかりました。やってみます。実はミオがくすべての黒幕。このパターン。ありえるか。ありえるでしょ。もう一個のお守りってやつのありかわかってるかい？はい、多分。はじめが最後にやり残した仕事だ。気合い入れてたんだよ。まあ、ここら辺は、当のあやめが守ってるんでしょうね。はい、わかりました。終わったか？あいつの家系もこれで立たれちまったね。そのお守りを継ぐ者ももういなくなっちまったわけか。まあそうだよな。うん。私の手前落ち着いて見せてはいるけど、まだ十分頭に血は上ってそう。あ、そうだ、つてみさん、パン、連成すんな。気軽に。さっき滞在室から私のところに通達がありまして。中越さんからじゃないですけど、事務方の人が調べてくれた情報だそうです。そうか、事務方も一応気を使ってくれてるわけか。泣けるな。で、なんだ。はい、本所事変があった頃、江戸にいた陰陽師の女性で、ようそんなこと調べたな。美貌に強いこだわりを持っていて、好き放題していた人物がいたそうです。石鹸じゃねえか。足屋屋敷の恨みの記憶の人物と合致するのかなと。ほうほう。聖番と秘術をめぐって争って、ってだってやつだな。その人物は足のここで足のという名前だったそうです。バッドエンドでアジミヤが使えてたっていう最後があったんだけど、足のでしたね。おお、足の読む読めんなこれ足って。以上です。終わりかい。役に立たねえな。役に立つだろ。術としてのかなりの、術師、錬金術師。としてはかなりの力を持っていたらしくて。それは相当な恨みを持って死んだわけなので、七不思議に関係する何かに怨霊として残っていた可能性もある。なんだ？それでもし現代に足野の一族の末裔のような、波長の合う人間がいたとしたら、呼び覚まされて乗り移ってるかもしれないと。それが、道のあやめ。俺、これじゃねえの。
あ、前に言ってたね。波長が合うと乗り移られるみたいな話、お前じゃん。怨霊といっても完全な人格を残してるわけじゃないよね。怨念とか霊力とかそういう部分の影響が強く出てそうだけど。聖魔の末裔が現代にいたように、アシノ一族の末裔がいてもおかしくねえわ。いくら自分方でもただの可能性だけでそんな話をするってこともねえだろうし。異常な現象が検出されたとか、ある程度根拠あるんだろうかよ。あ、レイヤーさん。おう、出てたな、異常な現象。メオちゃん、どういうこと？つまり今回、呪いを呼び起こした黒幕と呼ばれていた人物は、デーマンの敵だった足のという陰陽師の怨霊が取り付いた人物の可能性があるということ。それがどこの誰なのかわからない。例えば、ミオちゃんから見れば取り憑かれているのとかはすぐわかる。うっ。あれ、ヤコちゃんの意識と融合してた白石さんがよくわからなかったのと同じで、一般霊なら霊気がダダ漏れだから、まだよく見れば気づけるけど。上級霊が意識に融合しちゃってたら、そう簡単にはわからなくて。うん。そっか。うー、未熟でごめん。それだけが取り柄なのに。みーちゃん、そんなことないよ。大丈夫、なんとかなるよ。ありがとう、みつお。さて。さあ、足のという黒幕が出てきましたね。足のという術師と怨霊に取り憑かれた女性ってことかな。6名も命を狙って、はじめを殺したのも、その黒幕ってやつなのか。でも、美貌をね、ずっと保とうとしてるのは、飛白の会長なんだよね。でも霊力はあんまりないから多分関係ない。で、昔の話をしてるやつがいるんだよね。遠野雨、葛飾北斎。だからその時代って考えるとやっぱ遠野雨なんじゃねえの。だってちょっとぶっ飛んでたもんな。自分でも多分もう理解してねえんだろうな。はい。よし。で、まだ、あ、もうね、見よう。いよいよ正念場って感じがする。お守りを揃えて、6名も陰の書を手に入れたら何があるのかわからない。そうね。こんな状況でも冗談を言ったりするのは、あたしらを緊張させないためなのかな。いや、多分本気。マイペースを崩さないのは、ベテランのなせる技なのか、単にそういう人なのか。うん、単にそういう人。そうだ、あんたは銃弾を持って言った話だが、ああ、まだ返しねえのか。ああ、警部さんに渡しときゃいいんだっけ。まったく、厄介なもんがあるもんだね。下手な気を起こす前によろしく頼むよ。めちゃめちゃ、なんか抵抗力あるんだよな、ちょうど。その衝動に対して。なるほど、こいつは送り提灯か。ああ、確かに、預かった。蘇らせなくて、蘇らせてやれなくて悪いな。気にしないでくれ。あいつも、私も覚悟していた、ああ、ことさ。どうした？うおー、マジか。なんだっけ。この送り提灯の譲渡の条件、相当やべえじゃねえか。なんだっけ。ああ、やっぱりそうだよね。下手な気を起こすの、わかるだろ。どんなのなんですか。まあ、確認できるようにしとく。あとで見ておけ。ああ。堤さん。これで堤さんが回収できた助産は5個目でしたっけ。実は堤が、弱くだとしたら。そうなのな。残りの4つをさっさと回収しみたいでが、置いてけぼりが全くわからなくて、そう、大きい家がどうなったんだろうな。ねじまが持ってた片刃の足も回収できてないんですね。そうだな、タグ。あと、津軽の太鼓もわからないか。太鼓が一切出てこねえんだよな。つまり、貸し主がまだそこらをうろついてる可能性があるわけだ。頭が痛えな。さっさと見つけちまいてえが。デュン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 。送り提灯。家臣としてあったものを、ああ、そうかそうか。当人の持つ呪いの死に方によって死亡させる。つまり、カウンターみたいな感じすること？すごく強くね？めちゃめちゃ強くね？まあ、カウンターストライクしてくるわけね。オッケー。やるよ。エリオ刑事はさっきも私たちに気を使って飲み物を持ってきてくれた。刑事さんが猶予を見せてくれるとなんか安心するな。まあそうだね。一番頼りになるというか、立場上ね。そりゃ、足見のっちゃん取り逃しちゃったんですか？あ、うっ。もうそんなに広まってる？おいつ、お前が撃つからだろ。追い詰めたけど、羊を捕らえて逃がしちゃってとこまでラジオで聞きましたけど。
その後どうだったんですか？まだそこまで報道されていないか。実はね、あそこは死んでんだったわ。え、殺されてた？完全に遠野。あやめ。しかも人質だったのが警部の娘さんで、今も行方不明ね。そうそう、お娘さんの登場は本当に突然で、警部もそれで戸惑って。そう、うるせえよ。あんな展開予想つくやん。というわけで今も娘さんを重要参考人として緊急手配中なので、この後またすぐに探しに行かないといけないんです。え、重要参考人って。そうやって人質だった警部の娘さんが、ねじまを殺し逃げた可能性があるってことですか？あるってこと？うん。可能性ずれもう全部包み隠す言うとだ。ねじまは、呪詛玉の呪いで殺された可能性が高いんだよな、これが。じゃあ、家臣主か？もう夕方だから、レイヤー祭効果が少し戻り始めてるんだ。え、使えるの？結構明るくても使えるの？ああ、そして、ねじまは、呪詛玉の呪いで殺された可能性が高いわけだが？ボス同じこと言ってますよ。落ち着いてください。どうした？あれ？でも、それってことはつまり、ケーブル娘さんが家臣主ってある可能性が高いってことじゃ。ん？よく聞こえてた。俺も暴力してきたかな。ボス、バッチリ聞こえてるじゃないですか。都合いい時は暴力しないでください。本当に。まあ、あるとしたら、包みの、津軽の太鼓かもしれないって話までしたじゃないですか。おお、そうだったっけか。警部さん、娘さんのことやると点で弱いんですね。ん？まあ、ちょっと思い当たるお夢もあるんでな。いずれにせよ、早く見つけないといけないわけです。なるほどね。まあ、津軽の太鼓は遠野だとしたら、どこで拾ってきたって話だよな。もともとない、まあ、はずなんだよな。というわけで、この話が終わったら、俺たちもすぐに娘さんの捜索に向かいます。あと、もう一つの白石道夫のお守りも、娘さんが持っている可能性が高いよって。はい、そっちのためにも捜索お願いします。何やってんだ、あいつらは。取り憑かれてちゃうの？さて、確認は、こんなとこか。要件が済んだら、俺らは捜索に行くか。一個思ったんですけど。何？お、なんだ？いや、ひょっとしてですけど。ひょっとして、おい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 俺の気持ちを代弁してきたな、やっこは。ひょっとして、警部の娘さんが黒幕ってことはないですか？バーン！女性ってことですし、お守りも探してたっぽいし。ちょっと何言ってるかよくわかんねえな。急にボケんな。ボス、ボス、現実を見てください。でも、それだったら、堤警部が、足の一族の末裔ってことじゃないと。あ、そっか。あ、警部は別に普通の人なんだったっけ？いや、でも、奥さん側はどうなんだ？例の体勢が強いっていうのもそのせいだったり。どうした？俺がそういう陰陽師の血統だっていう話は聞いたことはねえな。だが、なんだその、あいつが黒幕の可能性は、あ、いや、まあ、あると言えばあるが、ないと思う、思いて。無理じゃ。あいつが黒幕とか考えたけ、認めたくねえよ。ボス、観念するなら、ちゃんと最後までしてくださいよ。往生際が悪いですよ。いや、これは当人には何も言ってねえで、黙っててほしいんだが、まさか拾ってきたんちゃうか。おい、おい、おい、おい。実はあいつ、俺の実の娘じゃねえんだ。20年前、いろいろあってな。あ、赤ん坊のあいつをうちで引き取った20年前。なるほど、20年前とはつまり足宮根島文親が儀式を行った日、その子を産んだご両親が何者か分かってるんですか？分かるっちゃ分かると言えるか。実はよく分からん。何ですかそれ、発揮してくださいよ。エイリオ、お前か。お前さっき聞いてただろ。ん？さっき？20年前って。あ、まさか、おっ、ねじま文親の。そういうことだ。ねじま文親を逮捕したとき、奴の家に瀕死の赤ん坊がいたんだろ。それは俺の娘、罪あやめ。今は当のあやめ。すごい聞いてきた。なんか放っておけなくてな。状況どうであれ赤子に罪はねえ。ボス、ネジマが言うには、その赤ちゃんは、ネジマが使った黒魔術で転生したっていう、彼の伴侶だって。
いや、俺はその、話はさすがに前妻もんだと思ってるかな。そん時に乗り移ってきたってこと？うわ、そんな話が。そのねじま態度はちょっとないね。しかし、本当なのかい？ああ、疑問点はいくつもある。そもそも本当にその、シノなんていう女がいたのかどうかも疑問だ。席も遺体もなかったとはいえ、当時の調査でそんな女は浮上しなかったからな。ん？霊が見えてたってこと？仮にシノって、女が実在していたとしても、黒魔術の効果で赤子に転生って話も疑わしい。そうですね。いくらなんでもそんな効果がある術はちょっと。心霊現象にもルールありますか？決死の黒魔術の効果が何もなかったことを認めたくないための思い込みじゃないかと。はぁ、あ。はぁ、あ、なるほど。ああ、俺もそう踏んでる。その赤子は奴と白の子供で、白の死因は妊娠出産だった。で、可能性の方が自然だ。その白って女がどういう出自かわからない以上、白の末裔の可能性は否定できねえ。なるほどね。名前は似てるけどね。いやでも、それだったら、それで。あゆみさんがねじまに連行されて呪いで殺したのだとすると。実の父親をってことに。落ち着け。全部推測だ。ねじまは死んだ今となってはもう調べる術がねえ。いや、DNA とかねえの。だが何であろうと大事なことは一つ。あいつは、俺の娘だ。あいつの責任は親である俺の責任だ。そこだけは何があろうと揺るぎねえ。ありました。じゃあ、捜索に行くぜ。あいつだって、全部はっきりさせる。ジョージャンの探すお守りも関係してる。よかったら探すの手伝ってくれ。何かあったら警察に電話を頼む。わかりました。私は奥田ちゃんが心配だからそっちに行ってる。いい結果を待ってるよ。ああ、なるほどね。てんとんとんとん。坂崎はこの正義。2章坂崎編をクリア。なお、これは2章坂崎編だったんだな。なるほどですね。では、残り、ここが話さ、もう、だいたい話が終わり始めてるよね。もう夜だから。あと、ここで終わりなんじゃねえかな。はい、では、また次回、やっていきましょう。では、生き延びて、頑張りましょう。バイバイ。